リチウムイオンバッテリーを搭載した最新鋭潜水艦タイゲイも収益間近だね。お待ちかねって感じだね。そうだな。だが一部の性能は数値上で前級に及ばないとも言われているぜ。最新鋭なのに旧式に劣っちゃうの？今回はその辺も含めて、リチウムイオンバッテリーを搭載した最新鋭潜水艦タイゲイについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭潜水艦タイゲイ型は、同級1番艦にしてネームシップの、タイゲイが2021年度末に引き渡しの予定で現在最終的な偽装工事を三菱重工業神戸造船所が勢力を上げて、進めているようだね。一応おさらいとして、タイゲイについて教えてよ。そうだね。タイゲイの所限は基準排水量が3000トン、全長が84メートル、全幅が 9.1 メートルの艦隊に、ディーゼルエンジンとリチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した、通常動力型攻撃型潜水艦であり、詳しい性能などは非公開となっているよ。しかしタイゲイの潜水艦機関部の構成は、前級総遊型の最終の2艦、11番艦欧遊と12番艦の東遊を踏襲しており、これらに準じた性能であると推測することができるんだ。前とした欧遊と東遊は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルであり、排水量を除けばタイゲイと似たり寄ったりで、キープコンセプトされているのがわかるね。ちなみに10番艦総遊以前の総遊型は、基準排水量が50トン少ない2900トンである以外の寸法データは欧遊以後と同一であり、つまりは最新鋭のタイゲイと比較しても大差がないことになるぜ。総遊型1番艦の総遊から10番艦小遊までは、ディーゼルエンジンと鉛製のバッテリーとモーター、そして AIP としてのスターリング機関を搭載した通常動力型攻撃型潜水艦であり、機関部構成には相違点が存在するんだ。小遊以前の重積は、水中の最大軸出力が8000馬力で最高速度も20ノット以上と記載されているんだけど、欧遊以後は同5600馬力で同18ノット以上と数値上の最大値は低下しているよ。そしてタイゲイも水中の最大軸出力が6000馬力で最高速度が20ノットほどではないかと推察しているんだ。航洋技術は時間の経過とともに進化するのが通常であることを思えば、欧遊以後のタイゲイ型が、総遊型10番艦の小遊以前よりも数値が劣ることはありえないんだよね。しかし日進月歩の兵器分野においても、性能数値の低下減少は決して少なくはなく、例えば西側の標準的な戦闘機となっている F-35 ライトニング2の最高速度がマッハ 1.6 ほどと従来の F-15 を下回っているぜ。ただし F-35 ライトニング2は、いわゆる第5世代戦闘機として瞬発的な最高速度ではなく、超音速での巡航性能や敵のレーダーに探知されにくい高度なステルス性能を実現しているよ。従来の戦闘機の主任務というものは敵戦闘機との空中戦が重要視されており、勝利するための機動性を重点にしていたことを覆すもので、前線に兵装を送り込むウェポンキャリア構想へと変化しているんだよね。現在想定では戦闘機同士の有視界戦闘やロックファイトが発生する可能性は極めて少なくなったため、それに対応した機体から敵に探知されずに先制攻撃を行うことを優先とする機体が生産されているってわけだな。時代の移り変わりによって戦闘機に求められる要素も変わっていっているってことだね。また海上自衛隊の最新鋭イージス艦マヤ型もエンジンの軸出力は、最大69000馬力で最大速度30ノットであり、前級のアタゴ型の同10万馬力、最大速力30ノット以上からカタログ数値上は低下しているよ。この両肩ともに米海軍のアーレイバーク級駆逐艦を基軸とした同系統のイージス艦であるが、マヤ型では瞬間的な最大速力や馬力が現在の艦隊運用における必要性は、低いと判断され数値を抑えた構成となっているんだ。それでも最大出力数値上から見れば 30% 以上のマヤ型はアタゴ型よりも低下しており、むしろ最大速力に大差がない点こそが、技術力の進歩の表れだと考えて良いだろうな。海自潜水艦に話を戻すと、総遊型10番艦小遊以前のディーゼルエンジンと、鉛製バッテリーとモーター、スターリング機関の組み合わせによる AIP 方式も通常動力型の究極型だったんだ。同じ通常動力型潜水艦として、世界的には輸出実績が多いドイツの212型、214型潜水艦は、
ディーゼルエンジンと鉛製バッテリーとモーター、燃料電池による AIP 方式を実現しているよ。日本でも燃料電池の研究は昭和37年頃から続けられてきたんだけど、ソーユー型10番環礁流以前のスターリング機関併用や、オーユー以後の蓄電池のリチウムイオン化の方が世界的にも評価されているよ。今後の性能向上への方向性によっては燃料電池方式を会議が選択する可能性もあり、ソーユー型が途中から推進方式に変更したように実用化のメドによっては方針の転換も起こり得るな。どちらにしても日本の海技潜水艦の推進方式に原子力を採用することは政治的にも技術的にも皆無と思えるが、世界的な潮流では現状は大きく3通りに分けられているぜ。1つ目は、日本やドイツの通常動力型のみ、2つ目はアメリカやイギリスなどのような原子力推進型のみ、そして3つ目がロシア、中国、インドなどの通常動力型と原子力推進型の併用タイプだな。原子力推進型は機関の完全停止ができないため、静粛性を極めた通常動力型には劣るんだけど、アメリカやイギリスは克服するために連続航行性能と速度に優れる原子力推進へ変化したよ。近年の核兵器運用が考えられている戦略型潜水艦が原子力推進の優位性をロシアや中国も保有することで核保有国としての戦略的なアドバンテージ継続を保持しようとしているぜ。日本は核兵器未保有国なので、戦略型潜水艦の保有や原子力推進の実用化も目指していないけれど、攻撃型潜水艦とはいえ、水中の速度と連続時間距離が限定される点では不利と言えるよね。OU が収益してから、リチウムイオンバッテリーの採用以前よりは改良されたけど、その性能を過信し、原子力推進型と比較しても遜色のない能力だと考えるのは間違っているんだ。アメリカやイギリスの攻撃型原子力潜水艦は、空母打撃群の護衛として随伴可能な30ノット前後の水中速力が発揮可能で、通常動力型では最大で20ノットほどが限界であり、同じような任務ができないのが現状だからな。とは言っても海上自衛隊の場合、日本に接近してくる敵艦艇を撃退できれば良いだけで、リチウムイオンバッテリーの搭載で連続潜航距離時間を多く確保できたことを、これまでの伏撃戦術の強化に活かさなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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